はい、みなさんこんにちは。ハワイに住む日本人チャンスーとチャンハルでーす。イエーイ。今日はですね、チャンハルに対して企画を仕掛けてみたいと思います。サプライズとか怖がらせる企画とかじゃないんですけど、今ここで企画言って伝えた方が面白くなるかなと思って、というわけで本日やりたいのはチャンハルの行きたいところ全部連れて行きます。パチ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 。今ですね、チャンハルは来て3日目なんですけど、来た日はもうほとんど休む。で、昨日はちょっといろいろバタバタしてて、全然まだ外出てないんですよ。一日行きたいところどこでも連れて行きますって言ったら、どこに行きたいっていうのか、それをね、みんなにも見てもらおうかなと思います。一応もう観光客みたいなもんなんで、チャンハルも。1年半ぶりだったらあそこ行きたいよねとか皆さんもあると思いますし、チャンハルの中にも多分あると思うので、それ追っかけてくのもちょっと面白い絵が撮れるんじゃないかなと思います。お金に関しては僕が負担しようと思ってるので、お金の心配もなく純粋に行きたいところどん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 言ってもらえればと思います。日暮れるまでには帰ってくるっていう感じで、ちょっとこの後予定もあるので、今朝の10時半なんで、昼前ぐらいの時間から夕暮れ前までの時間でできることを探していきたいと思います。ちなみにもう行きたい場所は何かあるか、ランチを探しに行くか。あ、じゃあランチを探しがてら一回ドライブ行きたいと思います。はい、というわけでとりあえず今車を出しました、はい、さっきエレベーターで待ってるところでチャンハルがアーボに行きたいって言い出したので、うん、とりあえずそこに行きましょう。はい、というわけでアーボカカアコ着きました。カカアコソルトですね。いけるな、いける、結構混んでる。こんなに人来んのここすごいね。私が来るところは人気になるよ。君が原因なの。これがメニューか。やっぱトーストメインだねここはね。アボカドとか食べたいな。じゃあこれにするか。ちなみにいろんなお店行けるように俺は基本頼まないから、あの余った分残飯処理に回るから。そうなんだ、うん、ロードアボカドトースト13ドルですね今回。ちなみにさっきここに向かうとき僕の携帯でめちゃくちゃ調べてましたけど、候補はなんかいいの出てきた。ここで軽く腹ごしらえするやん、したら多分コーヒー飲みたくなるやん。ライオンコーヒーの工場に行きたい。なるほどね、ちょうどこの辺だしね、ライオンコーヒーのあれ。いいね、うまそううまそううまそう。パン見えな。ででサラダかと思った。すごいねこれ。すごいね、確かに。パンどこ。圧倒的ルッコラ。でも下の今アボカドソースとペロッと下についていたんだけど、めちゃくちゃうまいな。何のソース。アボカドのディップソースみたいな。へえ。サラダ食べたい人はこれでいいんじゃなかろうかっていうぐらい。なるほどね、会話取れるので。ヘルシーだけど満足感ある感じかな。いただきます。どうぞ。うまい。うん、パンまで抜かりなくうまいよね。ハワイのインフルエンサーの子とかも食べてたもんね、動画で。現地女子たちも食べに来るシャレオツカフェでございます。やっと仲間入りした。やっと仲間入りした。普段家でパスタすすってるから。なんてひもじいんだ。さて、飲み物が欲しくなったところでライオンコーヒー行きたいと思います。はい、昼寝はどうでしたか。気持ちよかったです。すっきり。まだ寝れますが。だがもう着きました。次はライオンコーヒーでございます。なんかフードトラック的なやつもいる。こんなんあるんだね、前までなかったんだけど。こちらがその工場っていうのか、カフェっていうのか、ライオンコーヒーのアジトです。でもめっちゃいい匂いですね。すぐそういうことするんやから。こんな感じでね、コーヒーが大量に置いてあるんですよ。売り物がね、小売店とかに売ってるのはだいたい引いてあるやつとかがほとんどなんですけど、ここはねホールビーンが置いてあるんですよ。もちろん引いてあるやつも置いてある。これグラウンド。あと他にもね、こうやってアパレルが置いてあって。店員さんみたい。いやいやいや、てかどっちかというとね、やっぱキャディーさんになるんだよね。わあ。グラスも売ってる。こういうロイヤルコナ、これいいよね。アメリカで売ってるの珍しい。お、本当だ。日本人用に作ったんじゃねえかっていう。多分ねアメリカ人が見ても分かんないからね、こうやって外に出してあるんだと思う。あ、そういうことか。オリジナルロース10.95ドル。土産とかにいいよね。めっちゃいいねこれ、うん、こんなんあるんだ。5袋入り。なんか工場見学的なやつもあるんじゃないのかな。体験工場の
かな。おお、すごい、モンストの機械とか。お、でっか、すげえ。ちなみに奥にもあるんだよ。本当だ、ライオンコーヒーミュージアム。デザインいろいろ変わってきてるんですね。コーヒーはブレンドビバレッジ、エスプレッソビバレッジ、コーヒー&ティーなどなどいっぱいありますね。ホットコーヒー、何がいい？どっちにしようかな。バニラマカダミア飲んでみようか。じゃあバニラマカダミアにする。うん、グランデサイズで3ドル以下。すごいね。あ、いい香り。うん、おいしい。おいしい。フレーバーコーヒー久々飲んだけど、マダミアの香ばしさがいいですね。ガオフレーバー久々飲んだけど、味コーヒーだけど、こう口の中に広がる感じはバニラって感じね。ほんとめっちゃバニラとマカダミア来るよね。ね、うめえ。うまいね。かっこいいな。天井高くて好き。だいぶ開放的だよね。うん、どういうわけか席数がそれね。観光してきてちょっと休憩にとかいいよ。ちなみに次に行く場所は決まったんですか？マノアチョコレートっていうミントゥーバーのチョコレートが売ってると。カイロアじゃんこれ。じゃあここに来てカイロアへジャンプしますか。じゃあ、まあコーヒー買ったしね。ドライブがてら反対側行きましょう。行きましょう。はい、次行くのはマノアチョコレートファクトリーでございます。ここはね、もう僕も行ったことがない。てかこんなんがあることすら知らなかった。これです、マノアチョコレートファクトリー。なんか建物かわいいね。これかわいい。チョコレートファクトリーツアーとかテイスティングワインバー、いろいろあるんだね。行ってみましょうか。イエイ。おお、いい匂い。あ、チョコレートの匂いやば。ハワイで採れた豆を使ったチョコレート。これで見れるよ、指標が。すごいね。ホープパーカイ、ニュー、マイヤ、ウェリコエ、コナ、ケアラケクアってここだっけな。アビカリアンドラ、ワイヤホーレ、ワイマナロ、オーラウト、ミリダニ。ミリダニは分かるんだよね。へえ。こっちがもう本当に全部ダークチョコレートで 70% ぐらい入ってるやつから、パンチごとのカカオを楽しんでくれるパターンのやつ、うん、こっちは味付けチョコレートなんだね。チーソルトでしょ。これはなんかカカオニブ入って、ココナッツ、バナナ、パッションフルーツ、マンゴー、そういうことね。こっちにもなんかいろいろありますね。え、何これ。チョコレートティーだって。あ、ティーか。しかもそんな高ないぞ、ね、10ドルうわー、アサイーボールに入れて、ね、もうどっさり入れたいよね。どっさり生きていな。これはあ、お土産セット的な、あ、ギフトセットで書いてあるわ。55ドルらしいです。あー、マカダミアナッツこれ。まスプレッドマリオ。ほんとだ。うわー、うまそうだな。レフアブロッサムハニー、うまそう。うまそう。これで26か、安いな。なんか瓶かわいい、おしゃれだよね。ね、店内もおしゃれですよこれ。ここでなんかテイスティングみたいなのができるってことなのかな。座って気になるのありましたか。ハワイソラスシリーズがいいのかなと思ったりしたんで、これは結構フルーティーなお味がするらしいので。いいね。買う？あ、ちゃおうか。普通なんか食べたいと思ったやつある？これちょっとパッションフルーツ気になってる。あー、美味しそうだね。確かに何枚も買っちゃうの。高級なチョコレート、そのために来たんだろう。買っちゃいますか。カニしますか。はい、袋も可愛い。お土産にいいかもね。ね、毎日営業してるね。10時5時で、日曜日だけ2時に閉まるらしいので、ビーチで遊んだ帰りに来てみてください。ちょっと寄り道的な感じにしてはすごいいい場所だなっていう感じでした、うん、というわけで次はどこに行きたいんですか。次はオリーブ&オリバーみたいです。オリーブ&オリバーね、うん、それも女子旅リストで見ました。確かにあそこも女子旅だね。行きましょう。おお、なんかおしゃれやな。シャレオツすっごい素敵。すげえ。リリコイパッションフルーツ、チョコレート成分は 50%。 どうだ。リリコイ。リリコイ？結構リリコイ。果肉が入ってるとかではないんだよね。ではないね。うんうんうん、3段階でリリコイリリコイリリコイ、すごい噛むたびにリリコイがすごいよね、うん、ダークチョコレートではない。でもアメリカのチョコレートにしたら絶対に、うん、アメリカの甘ったるいチョコレートではない、うん、リリコイうめえね。正直さ、日本円に直しちゃうとさ、高級チョコじゃん。1300円ぐらい。うん、値段するよ値段するよはい、というわけでオリーブ&オリバーに行きます。こっから3分ぐらいでした。お、一瞬で着きます。近いね。行きましょう。着きました。続きましてはオリーブ&オリバーでございます。オリオリ、なんかこの辺おしゃれなんだよ。なんかシャレオツだよね。ね、あっちにオリーブがあって、こっちにオリバーが。オリーブにする、オリバーにする、どっちにする。どっちなんだい。おしゃれな匂いがします。おしゃれな匂い。おお、
いいやん。そこに 50% オフって書いてある。102ドル。あ、それ102って書いてあるのね。以上50ドルぐらいってことでしょ。すごいね。めっちゃ安いんじゃない。店内おしゃれすぎでしょ。すごいな。セットだ。あ、お香なんだ。へえ。こっち全然なんか違うね。おお。すごいね。これは座りたくなるね。確かに。マジでおしゃれだな。あ、本当だ。ヒノキって書いてある。めっちゃヒノキの匂いするこれ。アロマキャンドルを茶数から禁じられておりますので買えません。俺なんか禁じてるっけ。昔同棲してた時にさ、君はアロマキャンドルは怖すぎるからやめてくれって言われて。そういうことね。それは言ったかもしれない、うん、2,3 回ぼや騒ぎ作ると思うこの人。なんだこれ。ガラス。これどうやって使うの。茶碗蒸し。使うハードルは高いですが可愛いので良しとしましょう。こういうのはギリギリ使いそう。洗えなさそうだけど取れるよ。ほら取れる。ほらあら便利。いい。いちいちコースター置かなくていいやつだ。うんうんうん。可愛いシャパだ。重たい。アクセサリーかけられるんじゃない。それか紙飛んでかない重し。あ、デバーンフィート。これでアカデミー賞授与式。言いたかっただけだろ。Thank you。 シャカデミー賞。売り物で遊ぶな。カフェがもう2時で閉まっちゃったんですけど、多分あっちのオリバーの方は開いてんのかな。あっち何のお店なんだろう。こっちメンズなのか。ちょっとだけ見るか。ハロー。すごいな。こういう感じね。メンズレディースで分かれてるってことね。青のりスプレーめちゃくちゃおしゃれだな。さあ次はどこへ行こうか。カイルアまで来ちゃったから綺麗なビーチ一瞬見て。カイルアビーチぐらいにしとくか。そうだね。カイルアビーチでどんぶらこしながら次何するか決めましょう。行こう行こう。カイルアビーチパーク。パーク。動画撮ってるなんて。撮ったね。1万人行ったからだっけ。あ、違う、1000人行ったから。あの時は1000人だよ。あの時1000人で今1万人か。すごいね。ありがてえ。本当ありがたいね。カイルアビーチの砂はやっぱふかふかで白いんだよな。すごい綺麗だよね。これすごいよね。というわけでビーチの方向かいましょう。イエーイ。イエーイ。うわービーチ綺麗。うわー綺麗。すげー。やっぱりこのカイルア側の海の綺麗さは違うよな。ほらめちゃくちゃ綺麗っすよ。見てこれやば。冷たい。冷たいんだ。あ、まあ1月だからね今日。最近ずっと晴れてたから海も綺麗だね。さあ次は何をしようか。ダウントゥアース。ダウントゥアース行きたいらしい。行きましょう。逃げろ逃げろ逃げろ。ダウントゥアースに行こうとパーキングまで来たんですけど、よく考えたらですね、私たちアーボのサンドイッチしか食べてなくて、とってもお腹が空いてることに気づいてしまってですね。気づいちゃったね。ナルヘルスバースムージーなのかアサイボールなのか食べてですね、ちょっと腹ごしらえしたいと思います。何がいい。スムージー、アサイボール、マンゴーコラーダとナルボールです。一つずつね。来ました。ナルボール、マンゴーコラーダ、とっても美味しそうでございます。いただきましょう。フォルムが優勝しとるんや。マンゴーコラーダ。マンゴーコラーダね。これですよこれ。ニャコラーダあるじゃん。あのココナッツ感が好きな人は絶対これ好きだと思う。あーすごい美味しい。ここね、地味にね、他のところと違うのがね、アサイボール大中小で選べるんだよ。他ね、大か小しかないから、超でけえか、いい感じに値段がしちゃうかみたいな感じなんだけど、ここはね、だってこれ7ドルぐらいだったから、安いよこれ。アサイはどう？結構すっきりめな感じですね。グラノーラ多分このオリジナルなんだろうけど、すっごく美味しい、うん、ザクザクで食べ応えがある。なるほどね、うんうん、どうでしょうか。あ、安定の。美味しいです。うまいっすね。緊急で書き込んだけど、いい感じに腹ごしらえになってます。晩ご飯も考えるとこれぐらいがちょうどいいね。そうだね、一日でいろいろ食べたい人は多分このサイズ分け合うのがちょうどいいと思う。そうそうそう。今日はのおやつぐらいで、今日はこのくらいにしといてやろう。今日はこの辺にしよう。さあダウントゥアースです。ハワイ在住のモデルの人とかが食べてるんだよね、この野菜も。私野菜はね絶対ここのやつじゃないとダメなの。
他にもねいいところいっぱいあるんだよ。でもねフレッシュさとかオーガニックを求めたらもう絶対ここ。モデルの方です。気持ちは気持ちだけ。全体的に野菜が綺麗。いや彩りがすごいよね。芽キャベツでそんなに興奮する人初めて見たんだけど。$1.799。まあまあ値段するな。でもちゃんとオーガニックでいいやつなんですね。カナの。考えていらっしゃる。ズッキーニがあの整列してこっちを見ている。前は言わないの。傷だらけのズッキーニしか見たことないだろう。これとかもう美しいもんね。なんかもう整列されていらっしゃる。作品だよねもう。こういうアートありそうだもん。それ欲しいの。また欲しい。買いましょう。ちょうど6ドルぐらいだね。800円トマト。日本円で言うな。こと言うな。芽キャベツ。はい、芽キャベツ。6個買いました。はい。ブロッコリーちょっと買えたら嬉しいかな。カッチャイニスさん。すごいね、そいつ。こいつ、王様のようだもん。王様。おお。1ポンド。7ドルちょいやね。いい値段するね。買っちゃえ。今日一生懸命茹でます。ガチャガチャ。ダントヤスもね、こう生鮮食品じゃなくてね、小売系になってくるとね、割とホールフーズにもある。そうなんよ。すごいね、こういうカットされたやつもあるんだね。サラダボウルでフレンチ。あ、値段決まってるんだ。さ、どれとっても。ブロッコリーもあるし、トマトもあるし、そこにチーズもあるし、アボカドもある。ここでさっと買ってランチにできるね。こういうのもある。めっちゃいいね。なんかスープもあるじゃん。ブロッコリースープ。うまそう。レンチル、レンチルって何？レンジ豆じゃない。なるほどね。いろいろあるんだね。すごいな。わ、うまそう。ラザニア。うまそう。すっごいいい匂いするね。すっごい匂いする。うわやばい。ホールフーズのも美味しそうだけど、ちょっと醤油感とかあるよね。なんかあるね。醤油感感。やば。え、全部昆布じゃん。すげえな、すげえな、マジで。これあれスカイってあれだよね、あのスカイウォッカのあのメーカーのやつだよね。昆布茶出してんだ。いける。ちょっと気になるけどな、この中から選べと言われると。なんか1個買ってみれば。ビビなね、ポリテンチラーズだから安くなって。やば、 2.99 安っ。すごいね。スパイスブレンドだね。スパイスか。それにしてみたら2.99だし、買ってみたい。買っちゃえ。やった。合計 16.55 でした。うまいもん食おうぜ。うまいサラダ食おうぜ。さてダウントゥーアースで買い物が終わって次は？次はお腹空か。まだお腹が空いているらしい。まあここで晩ご飯ってこと。まあそうだね、早めの。前にチャンスが企画でやってた。企画やってた買い向き。買い向きエリア。やっぱりまだ行ったことなかったので。買い向き行きたいんですね。向き向き。そこで何食べると決めるか、うん、あ、なるほどね。 OK です。行きましょう。うん、はい、着きました。買い向きでございます。買い向きです。40分ぐらい移動してきましたね。買い向きでまあいろいろあるんだよね。これもね一応人気だよ。コアパンケーキハウス。あとはまあ勉強したかったらクモンも行ける。クモンの顔の真似。もうちょっと賢そうな顔にしてもいいのにって思ったことある。確かにあとはそこにココヘッドカフェもある。もう閉まってるけど。でそこに、あ、なんか並んでんのかな。チャビーズがある。お、他はね、そこを通り出たらレストラン系がちょいちょい、マラサダ屋さんとかもちょいちょいあるって感じやね。チャビーズで。チャビーズ行くの。チャビーズでチャビーズバーガーです。まだそんなに人いないね。デレッ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 デー。うまそう。ポテトは本当にでかいよね、ここは。ポテトすげえな、これ。すごい。わあ、めっちゃうまそうな匂いする。まずは大きな一口を。ティッチーズバーガーでーす。いっちゃってください。いただきます。はい。うめえ。何が入ったわけ？チーズ、レタス、トマト、パティとシンプルだよね、こう見ると。そうだね、ポテトは。ポテトもいただいちゃいます。チーズとグリルオニオンが入っておりますね。マヨネーズかかって。いただきます。ジャンクとはこのことみたいな。大半の日本人は一人で食べるときつい量だと思うので。これ無理だと思うね。一人で食べるときがおすすめではある。うん、カロリーえぐいでしょ。うん、やばいよこんなん。爆弾だよね。うん、
肉のジューシーさと、うん、とろみすらあるチーズ、うん、パンの間にいろんな暴れん坊がいるんだけど、うん、最後は全部パンが包んでる、平和を保ってくれてる。なんかそれっぽいこと言うやん。ここにラブ&ピースがあるの。ラブ&ピースあるね。何回食べても飽きないのはチャビーズな気がするんだよな。うわえぎえぎえぎ、うわえぎうまそう。やばー、やばー、見てこの平面全部チーズやで深夜の皆さんすみません。すごいな。うーん、重っどっかで晩飯食って、うん、家帰って映画見るかっていう時にビールとこれで2人でつっついて、うん、2時間かけてなくなるみたいな。そうだね、こんな感じ。えてか本当にビール欲しくなるよねこの味ほんまにほんまに、ほんとビール欲しい。食べきりました。お腹いっぱいです。今5時44分だけど、もうお腹いっぱいでこの辺で終わりでもいいし、ここで追加オーダーするでもいいし。今持ってるのはジェラート屋さんに行くか、ビアジェラートね、ワイキキまで戻って高橋果実園とか。ワイキキはいつでも行けるから、ちょっとジェラート気になるなっていう感じはする。さあ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 、ラストの畳みかけ、ビアジェラートでございます。これ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 、ここから選べんの。まあ、見て決めるのもいいし、ここ確か試食もできるから。こいつらですよ、こいつら。リリコイハウビア、沖縄のスイートポテト、パイナップルホイップ、ストロベリークリーム、バニラビーン、リリコイチーズケーキ、クッキードーチョコレート、クッキー&クリーム、コーヒー、抹茶オレオ、フロスティープレー、フレーク。ここのカップでいろいろサイズがありますというのもできるし、コーンに入れることもできる。リコイチーズケーキ、めっちゃうまいなこれ。めちゃくちゃうまい。この種類はちょっとね、かなり気になってるから。三つ目行けばいいんじゃない、いいんですか。どれにするのか、ハンドこれこれするあとトッピングもあるんだよ。やば、禁断のトリプルやん。すげえ。おおいっぱい試食させてくれたから、チップ多めに入れといた。あ、さすが。ドンドンドン。さあ食べちゃってください。溶ける前に。うまい、うまいと分かっていたがうまい。うん。久々に食べたよこんなベタな三段重ねアイス。沖縄スイートポテトが結構芋っぽい感じの味でくるかなと思ったら、うん、全然違うね。芋のほんのりはちゃんとあって、うん、重すぎない芋だよね。そう、うまい、うん、美味しいからここ削って食ってたらね、うん、やばいやばい、えぐれとるわ。あとこの下のこいつもうまいんだよな。リコイチーズケーキが試食した中では本当に一番美味しかった。こいつ感動だね。感動ちょっとずつ食べ進めてったんですけど、だいぶ痩せ細ってね、理科の教科書である断層の地層のボーリング試験のやつ。リーコイがマジで感動してる。これがリミテッドっていうのがちょっとね、過ぎたらもうないかもしれないんだよ。え、それはやばい、あ、あ、あ、やばいやばい、地層が崩れる。穴掘ってしまった。洞窟ができた。リリコイ洞窟です。リリコイ洞窟。これ何？タルトだよ。クッキーみたいな。タルトってさ、チーズケーキのタルトってさ、基礎の部分。そうそう、基礎の部分。これ基礎。なんかさ、地層とか基礎とかさ、アイスかと思えないような表現ばっかり。そろそろ上仕留めよ。行っちゃってください。この上の部分。行っちゃいます。行っちゃってください。おおおお。全然行き上がった。この人そういうことじゃなかった。マジでごめん今日の幸福度がすごい。明日が心配になるレベルで幸福度が高い。ちなみにワッフルコーンはこれ普通の味でした、うん、虹色味はしません。虹色の味はしませんでした。というわけで最後までいただきましょう。いっちゃいました。はい、おしまいです。じゃあ家帰りましょう。家帰っていくら使ったか、何が一番良かったか、その辺振り返っていきましょう。おめです。はいはい、帰ってきました。パチ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 。ありがとうございました。いえいえいえ、10時半ぐらいから出て今7時ちょうどぐらいです。無
時間出かけてたんですけど、赤子から始まってカイルアの方行ってカイム聞いて帰ってくるみたいな、超大枠で言うとそんな感じの工程でした。不思議なことにね、ワイキキは一個も行ってないっていうね。前来てる時が2ヶ月たっぷりいたから、ワイキキを十分楽しみ尽くして、その後お出かけいっぱいしてたから、外の思い出が強いのかもしれない。それはあるかもしれない。ゴミゴミしてるところよりは落ち着いて食べれたり楽しめるとこの方がやっぱ個人的にも好きだったりするので、どっちかというとアーブとかまで行っちゃった方がゆっくり食べれたなっていう思いはあった、うん、確かに。ちなみにどこが一番良かった？良かったっていう比較が難しいんだけど、記憶に残った、もう一回行きたいなと思ったのは、最後のアイス屋さんは本当に美味しかった。おお、ビアジェラートね、満足感すごいなみたいな。あれは良かったよね、うん、本当に美味しいと思った。アーボは近場であるんだったらやっぱいいよなっていう。カフェの雰囲気は本当に好き。あ、ちなみに今回かかったお金、うん、今日1日これ動画見てもらって、うん、これでいくらでしたっていうのが、まあ、ちょっとでも皆さんのプランの参考になればみたいな。参考になればと思うんですけど、いくらだと思う？結構食べたよ。だって100ドル、120ドルぐらい。正解はですね、100.91ドル。おお、ほぼ100ドルでした。おお、すごい100ドル近くになった ね。思いがけず。僕もさっき計算してこんなもんかみたいな感じで思いました。むしろダウントゥアースであるお買い物してなかったら80ドルぐらいとか。多分だけどイートインめちゃくちゃもっとしたら一気に多分これが150、200ってなってたと思うんですけど、ライブでちょっと軽食つまみながら旅するんだったら100ドルでも楽しめはするっていう結論ですね。この後、まあ、2週間弱滞在を残してる人の1日の過ごし方なんで、ゆったり行きたいところを、まあ、とりあえず今日1日で行き尽くせるぐらいの行きたいところ。これが例えば3日間しかなかったら多分もっと食ってたと思うもっとお腹いっぱいになるまで。まだいけんのすげえな、ブラックホールか楽しかったですね。はい、はい、というわけで次も何かやりたいですね。お題はもうこういうお楽しみ企画にしてもいいし、何ドルみたいな感じでこう予算をかっちり決めて、その範囲で遊べる限り遊ぶとか、少しでも参考になったら、もうちょっと続き見たいなと思ってくれた人はいいねとコメントとチャンネル登録をして、次の動画の更新もお待ちいただければと思います。皆さんありがとうございました。バイバーイ。高評価とチャンネル登録よろしくね。